ここはどこだ？まあいいや、砂浜あるし一旦出てみよう。なんかチェストと採用台がある。早速取ってみようかな。なんか入ってればいいな。おダイヤの剣で、なんか先っちょ曲がってんだけど、どういうこと？はい、ドゥルルルルルル、シェモでーす。今回のマインクラフトは、なんかおかしいダイヤの剣でサバイバルしてみたっていうことでね、今回はね、あるデータパック入れてきます。編集時の俺がね、下に入れてくれると思うけど、これはダイヤの剣が合成すればするほど曲がっていくモッドです。でも早速、このダイヤの剣どんな感じか調べたいから、村人はね、いい的だから、おろしね。強っ。ツーパン。普通のダイヤの剣と比べたいから、まずダイヤの剣を、ワン、ツー、スリー、スリー。当たんねえ。逃げんな、ほら。スリー。3発。強いやん。このダイヤ強いやん。どんどん1個ずつ数増やすんだよ。そうよ。ほい。おー、えぐい。かっくんやん。もう、やばい。でかー。いいや。じゃあ、はい。飛んでっちゃった。おい。落下はさせないと。ほい。強っ。待って、これで PVP したいな。今日のテーマ。テーマは、このモッドの限界に挑戦しています。モッドね、データパックだ。おお、えぐすぎる。これはえぐい。待って、もう、やばい、なんかもう、でかっ、このテクスチャーおかしいだろ。はい、村人。これは普通だわ。至って普通。1、2、3、4、5。えぐい。待って、これサイズどうなる？サイズおかしくね？もうここから見ておかしいやん。うわぁ！やばい。おい。なんか雷の音しなかった今。いっぱい出してみよう。おい。雷そこに落ちた。おお、なんか、ランダムな効果があるってこと？わからん。おー、行って。あー、ウィッチ。おら。痛い。で、飛んでっちゃった。痛い。グローストーン出すゲット。痛い。1、2、3、4、5。おかしくねもう。ぶっ壊れやん。やばい。でかい。もうなんかもう、やばいよ。頭おかしいわ。おい。上がってる。待って、このやっぱ浮く効果は継続っていうかあれなんだ。固定っていうか。おおって、やばい。今の見たみんな。こんな穴掘ることある雷って。なんか普通さ、燃えるだけやん、一点が。楽しい。びっくりした。痛い。やばい、死にかけ。やばい、もう自分が使ってる剣が抑えきれない。ちょっと待って、これ視界邪魔だな。うい。6個でしょ、7個。おお、待って、もうどんどん伸びてく。でかい。もう、飲み切った。うい。強っ。ワンパン。うお、浮いてワンパン気持ちいい。うえー見て、やばい。さすがにやばい。1、2、3、4、5、6、7。やば。さすがにやばい。これはもう論外。頭おかしい。このモッドの作者、クレイジーム。ほい。待って。ちょっと待って。今のマジでこのデータバック初めてだから、もう初見のことが多すぎて、マジで本当にビビった、今の。どういうこと？待って、でも、待って、これで PVP とか言った俺がバカだわ。おー、えぐい。これが最終形。で、ここから、おい。もうこれじゃなんだ。これが最終形か。じゃあ早速、ストップ。もう、名前がストップ。名前がストップ。じゃあもうこれを使って、皆さん待ちに待ったエンドの動物、行ってきます。はい、皆さんお待ちかね、ネザーに、あ、違うわ。間違えた。エンドにやってきました。ということでね、まあ、このね、まあ、さっきの火力見ていた方だったらわかると思うけど、エンドラがいた。待って、ちょ、画面暗いわ。ごめんだわ。このエンドラを、まあ、エンドクリスタルだから知らん。ワンパン。まあ、さっきの火力見たらわかる。ワンパンします。はい。来ました。ということでね、ういって、もういいよ、もういいよ。じゃあ、早く、急ぐ。皆さん見てください。3、2、1、はい。最後まで動画見てくれてありがとう。もしそこのあなたが僕のチャンネル登録しないと、地球が3秒後に滅亡します。3、2、1、みんなありがとう。うわー！